それでは東京学芸大行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちらで、設問が6つあるんですが、まあ、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなってですね、皆さんご覧いただけないので、問いの1番から3番まで行ってみたいと思います。で、設問形式は記述説明と和訳、この最初の3問をご覧いただけますと、後半の3つもイメージが湧くかと思います。どういうレベルの問題なのかですね、把握していただきましょう。では一緒に頑張りましょう。サミさん、第一段落でございます。ここには設問がないので、ひとまず一読だけお願いいたします。サミさん、第二段落でございます。サミさん、この段落は長いので前半と後半に分けますね。サミさん、まず前半部分でございますが、まずは問いの1番、この下線部の前後でいけるかと思いますので検討をお願いします。サミさん、説明の指示をよく読んでいただきますと、理由と書いてますよね。サミさん、その理由は下線部の直後、尾行図で示されておりますので、該当箇所を見つけ出すのは難しくないですね。ですから、この三角括弧でくぐったところ、これを皆さんそのまま訳していただけるとよろしいかと思います。サミさん、先頭見ていただきますと、older players、年を重ねた選手たちは、で、その後、often worry that the game is aging、頻繁に心配してるんですが、じゃあ何をと言われたら、そのゲーム、つまりブリッジですね、それが高齢化していると。田辺さん、ゲームそのものはおじいさんおばあさんになるわけではないですから、ブリッジの参加者が高齢化していく、そんな感じで書いてあれば大丈夫かと思います。そしてさん、一番最後 into extinction、 絶滅していくんですね。ですから、ブリッジの参加者が高齢化していき、絶滅していくことですね。それを頻繁に心配しているからみたいな感じで書けてあれば OK かと思います。で、皆さん、段落後半でございます。で、今度皆さん、問いの2番ですからね、一読をしていただいた後検討をお願いします。さあ、皆さん、説問の指示が説明しなさいと書いておりますので、この下線部の前後から言い換えを探す必要性がありますよね。そうすみさん、下線部の一番最後、アドレッセンス、青年期、つまり若いという話ですよね。で、それが皆さん、その次の文章ですね、ヤング、若いという表現が見つかりますよね。ですから、若いという話でつながっていきますので、皆さん、この三角括弧のとこですね、その内容を皆さん回答に盛り込んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、下線部前半戻していただきますと、彼の33歳という年齢は、で、真ん中ですね、ブリッジの世界では、で、皆さん、下線部文末。で、皆さん、それの言い換えがこれですよね。で、皆さん、この三角括弧のところで使えそうなもの。皆さん、この文末あたりいけそうですね。突然、すべての大会において勝ち始める、ということはないですよ。ただ、皆さん、忘れちゃいけないのは、アドレッセンスの左側に、レイトと書いてますよね。ですから、一般的に皆さん、アドレッセンスというのは、13歳から16歳。それぐらいの幅があると言われているんですが、その中でも、レイトと書いてますね。ですから、13歳とか14歳。そういうひよっこの状態じゃなくって、アドレッセンスの中でも後半ですよね。つまり16歳ぐらい。ですから、右も左もわからないというわけじゃなくて、ある程度経験年数を重ねてですね、いろんなものが見え始めてると。ただ、皆さん、この三角括弧のところにもある通り、前線前哨というわけにはいかないですね。ただ、皆さん、このアドレッセンスを間もなく卒業するような状況でございますので、突然すべての大会で勝ち始めるということはないかもしれないが、いつ勝利を収め続けるというふうになってもおかしくない年齢。そういうふうにまとめるのもよろしいかと思います。で、皆さん、模範回答とご自身の回答ですね、見比べていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もし質問などがありましたらコメントを残してくださいね。さあ、皆さん、続いて第3段落でございます。で、皆さん、今度は問いの3番、日本語に直しなさい。和訳の問題でございますので、検討をお願いします。で、皆さん、解説はホワイトボードでいたしますね。さあ、皆さん、行ってみたいと思います。皆さん、上の方が本文。で、皆さん、この辺りは模範解答ですからね。参考にしながらご覧ください。で、皆さん、まず先頭ですね。文頭の名詞ですから主語。そして、この辺りが動詞ですよね。そして、メモライズは記憶する。で、自動詞ですか、他動詞ですか。と言われた時に、記憶したよー。なーにょー。となりそうですので、他動詞。ですから、後ろは目的語。そして、次の文章も SV、繋がってますよね。先頭の名詞ですから、主語。で、アクワイアは身につける。もしくは、獲得するですよね。ですから、獲得したよー。なーにょー。ということですので、他動詞。
ですから後ろは目的語ですね。あとは前置プラス名詞ですから M。で、皆さんその後別の動詞が出ておりますので色分けさせてくださいね。What's likely to work? そして And what isn't? で、皆さん気づいてるかと思いますが What's のこのアポストロフィー Yes。それが isn't と対応してますよね。ですから上の部分の省略を補えば OK ですね。さあ皆さん構造は取れましたね。あとは訳す順番でございます。で、もちろん主語は一番最初ですよね。そして動詞の部分はなるべく後回し。ですから目的語の方を訳しておいて、で、訳し終えた後に動詞に戻る。それで綺麗に決まりますよね。そして青色の主語。で、皆さん動詞は後回しで後ろの方。で、皆さんこの目的語の次に M が連なっておりますので、M の部分、特に前置プラス名詞は右側から左側。で、目的語にかけて訳すとうまくいきますね。ですから、このあたりを最初に訳すとよろしいかと思います。で、and で繋がった部分。で、それを訳し終えてから目的語に戻りますね。そして最後は動詞。ですから、訳す順番はこんな感じですね。さあ、先頭に戻してください。No one ですから、誰一人として、すべての確率を暗記しようとする人はいない。が、そして技術を持った選手たち。もしくは、熟練した選手。はみんな点点点で何がうまくいきそうかでもいいでしょうしブリッジというカードゲームですからどの手がうまくいきそうかという感じでもよろしいかと思います。しゅみさんワークも普通は仕事をする。ただ皆さんそれは人間が主語の場合に仕事をするんですよね。ただ今回の主語は what 何とか手ですからそういう場合はうまくいくというふうに訳していただけますとまさにうまくいくんですね。そして何がうまくいかなさそうなのかもしくはどの手がうまくいかなさそうか。で、それのますます包括的な感覚。まあ、日本語で言うとこのあたりですね。で、もちろんここを最低限訳しておけばある程度点数はもらえるかと思いますが、ちょっと不自然だなというふうに感じる方もいらっしゃるかと思います。じゃあどうしますかということですが、皆さん名詞ですよね。それを述語に直してみるとですね、日本語的にうまくいく可能性が高まります。ですから、より一層包括的に感じ取る力。というふうに訳していただいても OK かと思います。で、その感じ取る力を身につける、獲得している、みたいな感じで収めていただけるとよろしいかと思います。で、トミさんも1回答をご覧いただいてですね、ご自身の回答例と見比べていただけるとよろしいかと思います。トミさん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは1つ目の星印、名詞の訳出に困ったら、というところで先ほどはセンス、感覚が出てましたよね。で、そういう場合は動詞、うにゃうにゃを感じるというふうに訳してみるとうまくいく可能性が随分高まりますね。そして2つの動詞の work、 もちろん主語が人間の場合は仕事をする、これでいいんですが、主語が人間じゃない場合ですね、そういう場合はうまくいく、もしくは作用するとか機能する、こういう感じの訳出を当てはめていただけるとうまくいきますからね。では、これを定着させるために画面を切り替えますね。さあ皆さん復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸5番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。